はい、皆さんこんばんは。サクッと美味しいポッキーです。今回ですね、サブネイティックやっていこうと思います。前回のパートの続きですね。前回シーモスを作って、この潜水艦ですね。で、今回ダイヤモンドを、シーモスを使って取りに行って、で、レーザーカッターを作って、オーロラ号の中に入りたいと思います。ということで、早速やっていきましょう。で、なんか来てるんだよね、メッセージが。どうした ?19 番脱出ポット。キャプテンは死んだ。共に生き延びよう、幸運を祈る。ああ、これ死んでるパターンですね。なるほど、座標が出た。お、あれか。え、水深300メートル？マジで？ちなみになんですけど、シーモスって今、一回も改造してない状態なんですよ、僕のシーモスちゃんは。で、その状態だと200メートル前しか潜れないんですよね、水深。それ以上潜ると、なんか普通にダメージ受けて壊れちゃうっていうね。あまり使えない状況なんですけど、300メートルか。まあ、200メートルまで潜って、その後、なんだこれ。なんか拾った。初めて見た今の。まあ200メートルまで水深潜って、そっから生身で行こうか。生身の方が強いしな。ダイヤモンド結構、見つからないらしいよ。ちなみにダイヤモンド、いて当たったよね、今完全に魚。ちょっと、車とかでよくあるやつやん。めっちゃダメージ食らったし、今。もう、俺のシーモスちゃんがガラス割れなくてよかった、ほんとに。水入ってきたら最悪だからな。とりあえず、あと400メートルか。で、ダイヤモンドは、もうダイヤモンドみたいな見た目してるらしい。結構わかりやすいらしい。気をつけろ。魚に当たんないように。はい、この下ね。ちょっと待って、ギリギリまで行って。ゴー！行きましょう。シークライドで。行けるか？あ、余裕で来れたね。あった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 。明るい。あ、なんかあるぞ。オッケー。明るい！何これ！怖っ、19番。はいはいはい。なんだ？あ！超大容量酸素ボンベ。絶対作らなきゃいけないものだ、俺が。で、なんだ、あるな。よし。他は何もなさそうだね。オッケー。船長死んでますね。船長っていうか、他の人も。待て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 。なんだ、この赤いやつは。ルービー！ルービー！え？あ、ルービーめっちゃある！いや、ルービーじゃなかった。なんか、変な生物だった。ちょ、待て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 。ルビーって結構レアアイテムなんじゃねえの？これはなんか使えそう。高い宝石いいね。あとちょっと待って、大容量、超大容量酸素ボンベどれだ？あった。リチウムと大容量酸素ボンベで作れると。リチウムは持ってない気もするけど、あれあったっけ、さっきリチウム。やべやべやべ、200超えてる、200超えてる、やべって。これなんだ、リチウムだ。でもなんか回収には特別な機器が必要。ナイフでどう？ナイフじゃ無理。ナイフじゃ無理っぽいな。なんかこれも機械が必要なんだ。なるほどね。リチウムでもっとちっちゃいのはないのかな。塩いらね。シーモスまで帰れる場所にいないと。こういう感じ。ダイヤモンド。でも石英なんですよね、これは。あ、なんか落ちてる。タイムカプセル。え、誰がタイムカプセル、こんなところに。オレンジタブレット。ちょっと待て待て待て。いや、オレンジタブレットもいいんだけど、ちょっと待って。これ、やばいな。戻れるかな、これ。シモスまで。待て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 。やばいやばいやばい。結構やばい。間に合うか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 。10秒。オッケー、危ねえ。危ねえ、危ねえ。もうちょっとこんなギリギリの生活したくねえ。やっぱシモスアップデートするべきだったか、早めに。でもそれにも結構素材が必要らしくて、なかなか大変なんですよね。この上に一旦止めて、もう一回降りるか。すいません、待っててね。じゃ、これとか全部あるけどさ、ダイヤモンドこんな感じあるらしい。でも石英だよね、全部。ルビーは拾っとくよ。マジか。これは？石英。石英集めのおじさんになってる。完全に。銀か。もう銀でさえ、銀ってすごいいい素材なのに、銀でさえもう銀かってなるからね。
え、なんだ、気持ち悪いのいる。あ、なんだ、え、なんか人工物っぽいのない。なにこれ、なにこれ、は。え、なんか、え、なんか発見しちゃって、俺見てはいけないものを絶対に。ちょっと酸素がない。なんだ今の、なんか水が出たり入ったりしてたけど、なんだ今の。闇深いよな絶対この海。なんかあるよな海底に。これも多分石英なんだよね。でもありそうだよな近くに。なにこれ、人工物に見える。なんなの、なんか浮いてる、浮きみたいのあるよ。怖、降りてみよう。怖いところへはあえて降りてみる。すげえ。てかなんか新しいメッセージも来てるな。あ、ルビーがある。これルビー、え、違う、ただ色が赤かっただけ。そんな。 265m ある位置なんだけどな。でシーモスちゃんいるよね。あまりシーモスちゃんが離れない方がいい。位置的には絶対。これは、これ何、石英なんだよな。見つかんないね。ルビーあったね。ルビー一応もらってくよ。なさげだね。一回戻るか。こんなところで死にたくないからね。よし、ようこそキャプテン。おかえりって言って。何、古めのチャイニーズポテト、中国産のポテト、オレンジタブレット。あー、なんかすごいの俺拾ったんだね。4キューブ、オレンジタブレット。わかんねえ、わけわかんねえ。やばいやばい、200超えて、200超えて、ダメージくらい、ダメージくらい、危ねえ危ねえ。もうちょっとここら辺探索してみるか。うわ、深いな、深すぎるな。気をつけろ、上がってこれなくなるぞ。ダイヤモンドないか。めっちゃありそうじゃね。めっちゃありそうだけど全然ないな。もっと長く潜れたらな。俺もないね。何の音、なんか今撃たれたみたいな音しなかった。え、あれ、え、待って、え、これシーモスじゃね、俺の。みんな俺のシーモス撃たれて壊れたかも。何撃ってるか分かんないでしょ、俺も分かんない。上昇できないって、待て待て待て、なんでこれ、え、何が起きたの今、撃たれたな、ぶっ壊れたぞ俺のシーモス。死んだし、しかも、え、そんな、え、ルビーと4キューブとオレンジタブレットしか持ってない。え、何今の、13とかもういいよお前。待って、俺のシーモス消えた。ね、もう一回作らなきゃいけないの俺。そんな、待って、めっちゃ大変じゃん。おいおい、嘘だろ、古代兵器ってやつにやられたのかな、もしかして。え、驚きを隠せない。今回やりたいこと一切できてないんだけど。まあそれはいいとしてさ、ちょっと待って。じゃ、超大容量酸素ボンベちょっと作るか。リチウムあと2つ。何ここ?何ここ?え?また見つけてしまった島を。今リチウム探しててオーロラ号の集合地点のとこまで来たんですけど、
おいマジかよ、完全に海関係ねえじゃねえか。なになにここ、これも、スキャンできんの。ああそうか、ご飯がねちょっとないんだよね今。でも死にかけてんの、もう本当に息の心配はしなくていいけど。なんだここ、ちょっと早く自分の拠点へ帰らないと俺死んじゃうんだよね。すげえ、なんか生命体もいるし。待て待て、もうわからない俺は。このゲームがわからない。すげえよ、めっちゃ綺麗だよ。これ飛び込んでも知らないよね多分。ゴッ、 OKOK、 ちょ一旦帰ります。よし、ただいまからのいただきます。ごめんなさい、ちょっとグロいものが映ってて、ごめんなさいね。食べたいと思います、今すぐね。よしよしよし、お腹が空いてやばい。でもなー、シーモス失ったの痛いなー、マジでマジで痛いなー。もうあいつがいなければ俺はもうマジ移動すごい遅いからね。でもリチウムが3つと、あと下のこのボックスに1個あるよね。オッケー、これで超大容量の酸素を埋めてきた。いいぞ、これはいいぞ。これで何秒潜れるようになるんだろう。今が、ちょっと今が、ちょっと待てよ、今が何秒だったんだ。135秒。これが超大容量酸素ボンベを使うことによって、え、オレンジタブレットじゃない、超大容量酸素ボンベどこだ。待って、改造ステーションって書いてある。え、何これ。改造ステーションって何。普通に作れないっぽい。改造ステーションってまさか、なんかこういう、待てよ、何かから作る系か、まさか建物で。ムーンプールあった、あ、これか、乗り物改造端末。改造ステーションって何。え、せっかく、あ、頑張って集めたのに。やられたぜ、やられたぜ。これ日光当たるか。 OK、 一回まあ作ってみるか。せーの、お、電源復旧。1個でよかったんだね。あ、2個作れるわ。2個作ってみるか。作れるだけ作っちゃいましょう。いいぞいいぞ、基地が出来上がってきた。失ったものはあるけど、失う、もうあの話はしないでみんな。いや俺が始めたんだよ。でもなんか、おお明るい。あ、どうも。ここにシーモス止めたかった。ちょっとめっちゃ悔しい。また思い出してしまったけど、めっちゃ悔しい。あ、植木鉢とかプランターもできるんだ。つけてみるか。緑欲しいでしょ。かわいい、いいね。まさか海の中で緑を見れると思わなかったよ。バッテリー充電器どこら辺につけようかな。まあどうでもいいのか、入り口近くでいいか、わかりやすいし。建築かっけー。でアクセスする。おお、すごい。で 100% になるってことか。 4%、 お、全部ちょうどあれだった、 0% だった。本当は充電されてる。あ、でも電力使ってますね、上の。なるほど。あー、これめっちゃ便利じゃん。やば、これは高まるわ。横に植木鉢も置いとこう。プランターいい感じじゃね。医療キットとかも作る。壁掛けロッカーってこれさあったら、もしかしてアイテム入れとける。そうっぽい。うわー、めっちゃいい、めっちゃいいですこれ。ということで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。ちょっと今回ね、シーモスを失ってしまったんで、また次回、シーモスを作り直したいと思います。まあね、作り直せるのでね、結構大変なんですけど、ちょっと頑張って集めて、また作り直して、また次回、ダイヤモンドと、ダイヤモンドを取って、レーザーカッターを作って、
オーロラ号には行きたいと思います。でこの基地もねもっと発展させていこうと思います。かっこよくない？割とまあ失ったものもあるけど得たものもありますね。じゃあポッキーでした。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタン押してってね。じゃあバイバイ。